今回は波動の基礎である攻撃についてお伝えしたいと思います。ここでは基本となる打ち方である予測打ちをご紹介いたします。エナジーボールは相手の避ける方向を予測して打つことが重要になります。例えば一発目は中央に打ち、そのボールを相手がどちらに避けるかを見て2発目は避けた方向に打ちます。最後に3発目で反対側にあらかじめ打っておくことで相手が反対に避けようとするので命中しやすくなるといったように、最初のボールはおとりに使って相手の避ける動きを誘導するのがポイントとなります。避ける動きは人によってパターンがあり、試合の前半で相手がどのようなパターンで避けるかを見抜き、後半でその予測通りにエナジーボールを打つことで命中させやすくなります。